あ、ジュンでね、ジュンタちゃんですよ、ジュンタちゃん。ありがとうございます、自分家に来てくれて ねすごいね、ここガレージなんで、いっぱい飾ってくれますよね。あ、ガレージってことは本来ここあれか、車を置く、そう、車とかバイクとか駐車場で、上が居住スペース。ヤンキーじゃん、もともと。うん、今そこっちじゃん。でそっちの人たちはガレージにやっぱその単車旧車を置いていじるっていう、そういうイメージ、そのイメージだし、はい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 、その感じってことでしょ。そうそうそう、これ盗まれないようにってイメージだ。なんか治安の問題ね。そう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 、なるほどね。そこらはありますから、ね、ここ平塚、平塚は、ね、平塚はありますから、はい。で、YouTube やってますよ。めっちゃ長いんですよ。結構長いことやってて、早いよね。だから4年ぐらい近いですね。に始めてやってったんだけど、で、まあ、あの最初格闘家の走りとして、うんうん、まああんまりいなかったじゃん、うん、だからまあ伸びていくっていう感じにはなってったんだけど、うん、まあ今は、うんうん、鈍化してるみたいなところあるけど、うん、そういう意味ではいらない、そういう意味で悲しい話を。あ、すいません。前からね、コラボするようしようっていう話をしてるから、ね、めっちゃそうしてほしかったんだけど、うん、ついに、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。今日はまずその いろんなこの2人のトークをまずしてみようかなと、うん、昔の18からですからね。18からだからね、うん、そうね、多分昨日のチャンネルで多分知らない人はたくさんいるんじゃないかなと思うから、あ、シュンタのこと、そうそうそう、ああ、なるほどね。で、なんか自分のこと知ってくれたら嬉しいなとは思うんですけど、ということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ほ、うんとなんかヤンキーか、半端ない。そうだね、ヤンキー、こっちはキックボクシングコーナーで、こちら辺がヤンキーコーナーみたいな感じになってる。ああ、そうそう、多少なわけが、あの僕は伊勢原市、うん、で、その隣の春田は平塚市が地元なんですけど、学区だなんだっていうのはもう全く関係ない、うん、だ中学校も絡まないし、高校も絡まないけど、伊藤春田って名前は俺中学校の頃聞いたことがあって、へえ。そんくらいヤバくて、で、なんかその当時の写真とかを見たら、はい、白の短ランボンタンで真ん中にいて、あ、これ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 あの時の、そう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 、で、実際これでしょ、そうそうそう、暴走族だし、それで有名だったの。へ、で、俺その時中学校の時何やってたかって言ったら、同級生たちのこの序列を上げることに必死だった。あみたいなことやってると、隣からでもそんなにやばいです。例えばもし、うちの中学に多分シュンタがいたら全員閉めてるだろうね。いやいや、そんな感じではなかったんだけど、まあ俺の雰囲気としてはそんなになんか別に、まあイガイガしてる感じはなかったからね。イガイガしてる、イガイガ、イガイガというか、イガイガの喉ね。これ殺伐としてる感じではそこまでなかったかなと。あ、そう。あ、そうそうそう。で、高校生になります。で、高校生になると高校だっけ。神田高校ね。まあ、それはそれ、いろいろまずいか。そう、神田高校行ってて、で、それですぐ辞めたんだよね、うん、お辞めになったの、お辞めになっちゃいまして、何で辞めたの、喧嘩になっちゃった感じだったんだけど、うん、その人をちょっとボコボコにしちゃったところがあって、で、禁止ボコボコにさせていただいた、ね、難しいね、言い方が。で、禁止になって、家の中にいます、家で待ってます、うん、そしたらあっちの家族3人がやってきます、話し合いと見せかけて、あ、まあ、口論になって、口論か、あっちから言われる感じになってって、まあ自分殴られます、ボコボコにされます、俺のお母さんの前でボコボコにされます、お母さんの前で、そうで、ボコボコにされます、で、まあ自分もやっちゃったもんだから、まあ多少やられても仕方ないでしょ、で、たくさんやられたから、もうちょっと、あ、ダメだ、やめろみたいな感じでちょっと止めたんだ、もうちょい、ちょっとやめてください、ちょっとやめて、うん、俺やめろってやったのが、多分反撃したんだと思ったんだと思うんだけど、それで相手のお父さんがまた加勢してきて、ボコボコにされて、お母さんとか妹とかの前でで、メンタもくり抜こうと してきて、で、そう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 、やべってなって、その後、玄関入ってきて、あの、あるある手順とかね。いやいやいや、目ん玉くり抜こうと、違う、なんかグッてこういう風にやってきたから、やべってなって、これまずいっていう風に思ってたんだけど、親子で来たと、そう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 、親3人で来た、そう、俺がやっちゃった生徒、海外の人、そうそう、海外の人、海外の人が来て、あっちはもうだって一方的にやっちゃったわけだから、ムカついてる、その時って、うん、お母さんと妹はどういうリアクションしてるの、泣いてる、いや、リアクションだってお母さん後ろにいるから全然わかんないけど、で、妹と弟は多分家の中にいた、で、まあ、別の部屋に、そう、まあその後だけど、お母さんは泣いてた、そうそう、包丁取り出そうとしに行って、向こう、そうそうそう、お父さんが中入ってきて、で、ガタガタやってて、あっちのお母さんがやばいなと思ったからだと思うけど、それ止めてきて、
あ、そうか。それで事なきを得た感じだったんだけど、それが高1、それが高校1年生で、そこからそれがまあきっかけでやめた。15、16の時の話。さすがにお母さんに迷惑かけまくってるわと思って、うん、っていうのが、まあ、もうこの話だと俺も昔聞いたことがある、うん、お母さんをその悲しませてはいけないって言って、うん、それでもうやめたと、うん、でその後に、うん、お捕まりになって、そう、暴走族やったからなんかまあ暴走族は暴走行為だったりとかお金集めるためにカツアゲしたりとか、まあいろいろひったくりしたりとか万引きしたりとか。カツアゲってどうやってやるの？カツアゲ上沼海岸で、うん、そのなんかまあぶっ飛ばしてでお金取ってきてみたいな感じとかをやったり。犯罪じゃん。まあ全部犯罪じゃん。まあそれで長い間、そうだね、万引きとかまあそういう窃盗とかもやっぱお金を集めるために何かをしなければいけなかったから、うん、でもうめっちゃお金を、うん、まあ集めて、それがまあ、あ、それが 今のお仕事になってる。なってないなってない。それで今政権立ってる。いや、なってないでしょ。違う、それじゃない。で、それで何歳、17の時に少年院。17の時に少年院。1年近く入ったかな。1年近くの少年院か。聞いたことないです。官別所から、まあ、長期少年院が大体11ヶ月だったんです。あ、そうなんですね。俺からすると少年院の中の話なんて全くこう想像つかないわけ。で、その話をよく俊太から聞いてたと、うん、めっちゃ俺がそれ好きな話が、少年院ってマジな話、これ多分知らない人も多いかもしれないけど、はっきり言って刑務所より厳しいんですよ。刑務所より全然厳しい。そういう意味では厳しい。厳しい。刑務所もそうだけど、こう背中が持たれちゃいけないとか、もちろんこうやって肘ついて横になってたら1日ダメ、こういうのとかもダメ。これだとしたら木戸さん肘ついてますよ、で失礼しましたって言うしかなくて、何かをすると、はい、失礼しましたって言わなきゃいけないと、うん、そしたらそれを周りイデースって言わなきゃいけない。そうそうそう、それがもう決まりとしてあった。何かを指摘する。イデース。イデース。いいです。いいです。イデースって。まあ、その人はイデース。何それ。笑ったら懲罰があるらしいんですよ。はい、笑い声が、ね。そうそう。表情を緩めたりしてもダメ。だって少年入ってる理由って、なんか反省するわけじゃない。はい、で、にやけてるのっておかしいじゃないですか。表情緩いですよ。笑ってますよ。って言うんですよ。指摘するんですよ。失礼しました。イデースっていう感じの笑っちゃうんすけど、で、生理現象だからおならしか出ないと、うん、はい、じゃあちょっと変更いて失礼しましたので、ちょっと、うん、本番の感じでちょっと、はいはいはい、ブッて投げやつな、教室内の方失礼しました、イデース絶対笑っちゃうでしょ。教室内の方が結構30人40人ぐらいで一室とかこれまあ語学寮とかであったんで、みんながイデースって言うんですよ。ブッ失礼しましたイデースもうこんなん笑うしかない。じゃあ笑うループに入る時もあるから、それはもう笑った人に指摘しまくってどんどんいいですいいですって笑いましたよね。表情緩いですよ、失礼しました、いいですあれは個人間で誘わせていいです。なんか真面目に生きてきた人間はこれクソもろいわ。いや、だから笑っちゃいけないっていうのはかなり拷問ってかなりきつかった。年末の笑ってはいけないみたいなことまずリアルにやってるでしょ。リアル走りだよ、じゃああれのそうかもしんない。ねえ。何か先なのかもしんない。まあそうかもしんない。ねえ。で、その少年院終わって、割と、何月ぐらいだった？ね、あ、その、谷山淳。谷山淳に入ったのが、あ、18だ、18。一回ボクシング行ったの、俺。静岡の方で。で、もうすぐ辞めちゃって、で、伊勢原に来て。で、谷山淳にまた18の頃に入ってたから、何月か多分ね、俺ね、夏前ぐらいだったと思うんだよね、覚えてない。だから2000年の夏前、何月かだったと思う。で、入ってきて、同い年。俺それまで15で谷山ジムに入って3年弱か、俺が一番年下だった。誰でもこうみんな先輩、やっと同い年が来たみたいな、そういう感じだったんだ。そうそう、それで来たでなって瞬間に、いや俺あれちょっと待って、前聞いたことあるんですよ、あれかヤンキーだと、うわーと思ってたけど、もうその頃もう俺はもう何年もやってるし大会も出てるし、まあ結構強かったし。そっか、その時も新幹線出たの。出てああそうだね、出てるし、シュンタが来たぐらいの時多分全国チャンピオンになってんじゃないか。あ、マジで高3の始まりだった。あ、それだったらで、なってるし、もう自信はあったんですよ、シュンタが来て。まあしかも体格も違うしね、で来て、で、シュンタがもう結構普通に高校生でもセンスあるな、でちょっとやろうよって言ったんです。まず入りたて、で、スパーリングを2人でやったんだよね。そう、もちろん俺も何年もやってるから、しかも普通にチャンピオンだし、バーって。で、シュンタはシュンタで、もう地元で
喧嘩最強でやってたし、特にしかも俺を同い年、そう同い年で負けるとは全く思ってなかったし、俺格闘技経験ないからどんなものなのか分かんないんだけど、でも見た感じだと別に全然いけるなと思ってたから、あ俺を見た感じね、あまあまあ細かったしね、そう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 、でこうやってバーってやったら、まあ、まあ結構俺がボコボコにしたというか、うん、廃棄買ってたんだよ俺覚えてるの、そう、そうめっちゃ効いた、バーってやって3分3ラウンド終わった時に俊太はもうはっきりリングの上でもうこうやって大の字になって泣き出した、悔しすぎて、へぇー、めちゃくちゃ悔しくて、俺どうしたどうしたどうしたみたいな、はい、いやもう俺やめようかなそうそうそう、もうマジでやめようって、もうやめようかな何言ってんだよって、いや俺もう何年もやってきてるんだから、俺も体もでかいし、でも何年もやってきてんだから全然そんなことなってくれないよ、これが一緒に頑張ろうよって言ったの、でもイメージと全然違ってたから、その時に自分の実力のなさというか、記録はまあもちろんその時強かったっていうのももちろんあるんだろうけど、あんだけやられたのはちょっと本当にもう悔しく、感情がもうそこがもうすっごい焼き付いてるの、やられちゃってなんかもう悔しいって聞いたのももちろんあるけど、それ以上に感情だね、そう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 、ほぼそこが何なら出会いじゃないけど、うん、まあまあその手間でもちろん合ってるし話してるんだけど、うん、ちゃんとしっかりこう話したのそこかな、まあでもそこからこうね一緒に練習してって切磋琢磨やってって、うん、2001年の時に新空手っていう、うん、まあ本当もう空手着着てグローブつけてるからもうやってることはほとんどキックボクシングの大会があって、優勝するとプロデビューできるっていう暗黙の谷山ジムのルールがあったんだね、あったお互いもうちょっとそこをこう勝ち上がってったりとかしてる交流大会があった、交流大会だね、うんうん、今回この大会2人ともいけんじゃないかぐらいの実力になってた時に、シュンタは60キロ級だよね、シュンタは60キロ級、俺は65キロ級に出て、2人出て2人も優勝した、初優勝ね、初優勝同じ日にして、すごい、まあなんかもう取材とかもあってね、で2人でなんかこのやつボケ倒したよねテンション上がります。そうそう。イエーイみたいな。でなんかもうその頃からちょっとそれあったわ俺そういうとこ。カメラマンの時に。谷山ジムに所属しながらのシルバーブで練習させてもらってるじゃないですか。ここが谷山ジム。だからまあ今もだから土門というか。そうですね。もうずっと23年やって。これ今20年ぐらいだから。まあ俺がそのまあ谷山会長とずっとこう揉めてて。やばかったね、やばかったね、やばかった、うん、ずっともうここら辺はずっと連絡取り合ってていろいろ聞いてたんだけど、俺は大丈夫かなと思って、もうちょっと聞くからまあいなくなるのかなってちょっと思ったりしたぐらい、そんなにですか、いやもう本当に谷山会長とこうなんか決別するイコール、はい、格闘界でも生きていけないって思ってた、俺も思ってた、だからもうやばいなと思ってたし、でもちょっと会長の下にずっといるのももう本当やばいと、もう俺この俺の精神状態でも結構やばい、マックスのチャンピオンになった後の話、後の話でもこんなに落ちてて、ちょっと谷口も離れて他のとこでこう練習とかできないかなとか、他のジムとかで練習してもうジムとはもう切るっていう状態を動こうと動き出したのが2010年なんですよ。松潤太にも相談しながら2011年2月になって、まあ、それまだそういう動きをやってて、もう地盤をしっかり固めないと俺はもう絶対自分が潰されちゃうからっていう感じで俺と動いてたら、よしじゃあこういうジム行こうと思ったら、潤太が人がそうやって動いてるのが谷岡会長にバレてるぞ、水面下でちょっと動いてるところがね、水面下で俺が動いてる会長、もちろん会長には見合わずに動いてた、それ潤太が、はい、シュンタはどうやって電話かけた？いや俺も普通に会長から電話かかってきて言ったわけだから、会長なんかそのまま言うっていうよりもなんか自分俺に結構連絡くれたりなんでも、そうそうそう、お前なんか聞いてるかみたいなとか、そういろいろ、それをすぐシュンタに電話かけて、まあでも遅から早いから俺会長には、まあ、こういうふうな今思ってる気持ちを言わなきゃいけない、言ったら言ってる間にキャッチがかかって、それ会長、会長だったもちろん着信音はダンスでマジ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 で位置づけしてたってことやダメダメダメおめえなんとかなんとかなーって感じをバーって聞いて、俺ももちろん悪いとこもあるし、いや俺こうじゃないですかって言いたことばって40分ぐらい言い合って、でも結局もう話はうまいこといかずに、まあでも僕はもうでも格闘技続きましたけど、まあ、そんなんなんじゃないかなってなって、会長がこう他の人とかいろんな人にも相談して、うん、でこう話した時に、まあ、やっぱり谷山ジムを軌道がいないのは良くないと、
だからもう練習場所も芸能だったりマネージメントそういういろんなこととかも自由にこうやっていいと。でもその代わり所属だけは谷山ジムにしてくれっていう谷山会長からそういう意見を出されて、はい、で俺はもう他のジムに行こうかなぐらい思ってたんだけど会長そういうふうに思ってくれてるんだ、うん、でそういうふうにやってくれるんだったらこれを蹴る手はないなと、うん、それでお願いしますという感じになって、うん、でシルバルさんにもう最初はデゲーコっていう形でずっとやる、はい、まあまあまあもうまあ変わってないんだけど、そこから、そこから10年以上経ったっていう、そうだね、そうだね。会長って何気に最初そうやってめっちゃ怒る感じだけどなんかやっぱその後に考えてくれてるのかすごい柔軟に考えてるんだね。そうそうなのずっと頑固っていうわけでもない、うん、頑固一点張りじゃない。そうめっちゃ例えば、うん、会長に対してものすごいこう悪い感じで、はい、辞めてったと、うん、でめっちゃ何人もいるけど、はい、でも半年1年経って会長あの時はすいませんでしたってなって、はい、またちょっと練習したいですって言ったら会長うわーぜひぜひぜひぐらいの感じのそのね懐の深さあるんだよね。そうそうそう、でも冗談とかガンガン言ってむしろなんかそれで心よく受け入れてくれるっていうもらいに行かれてるみたいな感じだよね。そうそうそう、まあ、だからその俺もちょっと離れてもうね 1,2 ヶ月しないうちにビッグバンの谷山ジムの主催のやつとかも俺をその出させてもらったし、そのジムに行ったりとかする時もおーおーおーみたいな感じになって、そっからねもう10年以上11年ぐらい、うん、もうね谷山会長とはものすごいいい関係、そうだ今すごい、ね、今ものすごいいい関係ができてるし、あの感じあそこからこういう風になると全く思わなかった、思わなかったよね。俺も思わなかった、すげーなって、じゃもうダンスレーダーでダンス着手だ俺はもう木戸があの時にちょっと終わったかなと思ったけど、ここまでも持ち直して、しかもここ今39歳で、あ38歳かまでやってて、すごいよね。良くなったね。そうだね。いやこれね本当はこれちょっと最後にね、はい、最後の話ですけど、うん、これあのね本当にすごいのが、うん、あのこれ谷山ジムのすごいところ、39歳で現役のキックボクサートップ先生でやってるなんてまずありえないこと、うん、なのに同じジムに2人いるっていう、確かに、うん、確かに俺らの後輩山際谷山俊樹33歳、うん、この2人もまだ現役でバリバリやってる、はい、偶然じゃないんだよね、うん、これね、確かにね、偶然じゃなくて、ね、谷山会長のねやり方なの、うん、でもね会長多分長くやらせようとは思ってないんだよ、別に思ってないと思う、思ってない、うん、だって俺らが28区の頃に、うん、もうね俊太時のねもう最終章に入ってるからね、うん、ここね、もうここねしっかりねやってこないとねダメだからねって言ってからもう13年ぐらい、そう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 、俺だって30以降にもう負けて連敗してる時とか怪我してる時とかもうやめろってなんか言わなくて、うん、もう俊太が好きなようにしていいよっていうふうに言ってくれてるから、やっぱりそこは選手を尊重してくれてる感じ、うん、そうだね、だからこそなんかいい関係で続けさせてもらえてるし、しかも俺も木戸もこんだけいい年になってもやらせてもらってるからね。なんか悪の話から最後谷山会長への感謝の話に、いやもう会長にはすごい感謝してる、俺もむちゃくちゃ感謝して、なんか昔に比べたら全然もう違う感じになってて、うん、俺は感じだからなんかあれかな、高校の時のうわーっとこういやいやうるせえよ先行とかって言ってたその先生が大人になってよく感じたみたいな感じに近いのかもしれない、うん、かもしれない、うん、会長ほんとね様々だから、今ほんとに会長がいたからこいるからこそこうやって更新できてるってのがめっちゃあるわけだからね、そうね、ということで、はい、いや昨日が K1 のマックス優勝した時が2005年の時だっけ、2008年か、でもう10年結構前だけど、その時にもう軌道が本当に変わったポイント、めちゃめちゃ晴れたっていうか、もうすっごい有名になったっていうのが一気に来た時があって、その時に俺はまあ選手としては、まあ選手としてっていうか、その軌道としては嬉しい感じがある、軌道が有名になってくれるっていうのは嬉しいんだけど、選手としてすごい悔しい部分があって、そこら辺はそうだな、なんかすごいカメラとか来たりだとか、なんかすんごい取材とかされたりしてるし、ああこんな感じになってた、俺もこうなりたいのに木戸が先になってる、これは嬉しいけどなんか悔しいっていうのがあって、そこら辺ちょっと話していきたいなって思うんですけど、はい、いいですね、うん、木戸はどういう風な感じで見てたのかっていうのも、うんうん、ちょっと話していきたいなって思うんですけど、はい、うん、で自分の格闘技チャンネル、その YouTube のチャンネルの方で、この続きはちょっとお話しさせてもらいたいのでよろしくお願いします。こうやってる、あちらあちらこうしてこれだ実は概要欄ですね。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、チャンネル通知よろしくお願いいたします。もしこの後僕がドロップキックを受けたとするのならチャンネル登録よろしくお願いいたします。